七都市物語は田中良樹の SF 小説。破滅的な災害により国家体制が大規模に再編され航空技術が制限された未来世界を舞台に都市国家間の紛争を描いている。1994年には田中の小説を原作とした OVA が2005年には別作者がシェアードワールドに基づいて執筆した小説がそれぞれ発売された。 西暦2088年、突如地球を襲った未曾有の大惨事、大転倒、地軸が90度転倒し、南北両局がそれまでの赤道地帯に移動するという事態に地球上の人類は壊滅的な被害を受けた。同じ年に月面都市において成立した反人類世界政府は、西暦2091年に地上に7つの都市を建設し、地上の生存者を住まわせた。 だが、月面都市の住人は、新生地球人類への支配権を手にするため、地上500メートル以上を飛ぶ飛行隊をすべて撃墜するオリンポスシステムを設置し、彼らから航空、航中技術を取り上げてしまった。地球人類に対し、絶対的な支配権を確立した反、人類世界政府だったが、西暦2136年、月面都市はこのシステムを、 稼働状態にしたまま、謎の薬病により滅び去ってしまった。そして、航空技術の制限された、この世界でも、人類は互いに、領土や派遣を争い続けるのであった。そして時代は、西暦2190年、7つの都市の均衡が大きく崩れようとしていた。全アクイロニア原種の息子で、私服を肥やした末に、ニューキャメロットへ亡命したチャールズ・コリンモーブリッジ。 ジュニアの還元に乗せられたニューキャメロット政府はアクイロニアに戦線を布告。ケネスギルフォード巡将の再敗でアクイロニアの主力艦隊は壊滅状態となった。新たにアクイロニアの防衛司令官となったアルマリック・アスバールは川を遡上してくるニューキャメロット艦隊を都市部まで引き込み橋を落として封じ込め殲滅した。オリンポスシステムを回避するよう 高度500メートル以下を飛行するヘリコプターによる空中気候手段を設立したブエノスゾンデの執政官、エゴン・ラードルップは7ナナト市制覇の野望のために国境を接するプリンス・ハラルドへ戦線を布告した。プリンス・ハラルドはユーリー・クルガンの戦略を入れたカレル・シュタミッツによってプリンス・ハラルド戦車部隊6000台15000人の兵を空中気候手段とブエノスゾンデ軍の池にへとし、 弾薬、食料を消耗させる。ユーリー・クルガンは、ポルタ・ニグレと呼ばれる渓谷に、プリンス・ハラルド軍の補給物資集積所があるとの欺瞞情報を流し、ブエノス・ゾンデ軍を渓谷に誘い込んだ。補給物資と思われたものは粉人であり、ユーリー・クルガンはこれを爆破し、峡谷を爆炎で追いつくすと、渓谷から逃げ出す、ブエノス・ゾンデ軍に、背後から一方的な砲撃を加えた。 ブエノスゾンデ軍の空中機構次第も、粉塵爆発による爆炎を逃れるために、上昇したところ、衛星軌道上から、オリンポスシステムに狙撃され壊滅した。ポルタニグレ総滅戦から生還した、エゴンラウドルップは、ブエノスゾンデに戻ると恐怖政治をしき、2年が過ぎた。民主主義を守る、ブエノスゾンデシティの市民を、 恐怖政治から解放するというお題目で連合を組んだ他の6都市は軍を派遣する。しかし、派遣されてきた中で、アルマリック・アスバール、ケネスギル・フォード、ユーリー・クルマンは全くやる気がなく、自軍の損害を出さないことだけに不信していた。ウエノスゾンでの防衛式を取るギュンターノルトは、参照にやる気がないこと、連合軍が互いに非協力的なことを看破し、 巧みな指揮で防衛を完遂する。防衛の功績を称えるために訪れたエゴン、ラウドルップを、ギュンターノルトは、妻のあだとして射殺した。ギュンターノルトを新たな英雄として祭り上げようとする、ブエノスゾンで市民に剣をと恐怖を感じた。ギュンターノルトは、アクイロニアに亡命する。アクイロニアへと亡命したギュンターノルトだったが、アクイロニア政府の行動ぶりに嫌気がさし、 アルマリック・アスバールの勧めもあって、リュウウェーンを頼って、タデメッカに亡命する。その前後、タデメッカとサンダラー間のレアメタル交渉を所有していた人物は、タデメッカとサンダラーの二重国籍を持っていて、巧みに税金逃れをしていた。その人物が死亡し、莫大な財産と交渉が残ったことで、タデメッカとサンダラーは互いに財産の所有を主張。海戦に至る。 タデメッカの議員たちは、ギュンターノルトに指揮を命ずる。ギュンターノルトは、ジャスモード平原に防衛陣地を築くと、正攻法でサンダーラー軍の進攻を食い止めた。ブエノスゾーンでは二つの政党によるテロ活動で内乱状態となっていた。そこにたどり着いたチャールズ・コリン・モーブリッジ・ジュニアは二つの政党を押しのけ、第三の勢力となりつつあった。それぞれの政党が、 アクイロニアとニューキャメロットに救援を求めたことから、アルマリック・アスバールとケネスギル・フォードが軍を率いて派遣され、ブエノス・ゾンデ市民を戦火から救うという名目で、プリンス・ハラルドもユーリー・クルガンを派兵する。都市の順番は北極海戦線冒頭の紹介順。年齢、階級、所属都市などは初出時のもの。SF マガジンに不定期掲載され、 1990年3月に早川書房から文庫として発売された。文庫の表紙が総画は、小林と美。収録作品は次の通り。カッコ内は、発表年。北極海戦線ポルタ・ニグレス総滅戦、ペルー海峡攻防戦ジャスモード海戦部へのスゾーンで、最攻略戦 ISBN4 から15から030317から72017年には同じく、 早川文庫にて審判が発行されており、上記5作品以外に、田中義樹特本から追加収録した、機関者帝、リターナーズ事件と森岡博之の書き下ろし解説が収録されている。2005年に、徳馬書店の徳馬ノベルズから観光、シェアードワールドという方式が取られている。観光にあたり、原作者の許可を得て年代が、早川版より200年未来になったほか、 一部の地名や地形が変更された。例えば、早川版でブエノスゾンデ氏が面していたペルー海峡は、グアやキル海峡に改名され、一致が現在のエクアドル付近になっている。ただし、収録作品は早川版の設定をもとに執筆されている。収録されている執筆作家名と短編名は以下の通り、1994年9月に、 早川書房から発売された、福徳本。ISBN4 から15から20万 7874X が収録されている。1994年に、全2巻の OVA として、7都市物語北極海戦線が販売された。ビッグ、ホールダウンプロローグギルファードテーマアンビシャス、エネルギー AA、テーマファイアアシュエンブレースフリクションマリーン。 テーマプログレッションタクティクスファイトバックウォービートオリンパスシステムエンドレスエンカウンターオーディナリー上術のように田中良樹特本に星野幸信による漫画ペルー海峡攻防戦、外伝が掲載された。星野の短編集ワンデイインザライフオブリヴァンデジャブ ISBN 978から40億9184万6983に再録されている ヤングマガジンサード2017年ボリューム5から2019年ボリューム10まで連載された。副大組の作画で漫画版が連載されている。七都市物語北極海戦線に関するカテゴリー。ありがとうございます。